そう思いました。ちょうどその頃です。友が死んだら特攻のための急降下訓練で機首の引き起こしに失敗して、本日事故があったことは知ってることと思う。冗談じゃない。一体いつになったら合格点つけてくれるんだ。他の教官だったら十分に課だったはずだ。宮部教官のような戦地帰りから見れば俺たちなんぞまだまだひよっこだと言いたいんだろう。いや、大半に負荷をつけるならまだしも、全員に負荷をつけるなんて、それもずっとだぞ。きっと俺たちが士官なのが気に入らないんだろう。自分が10年以上かかってやっと慣れた少尉に、俺たちは何も苦労せずになってるのが面白くないっていうことか。だからってこんな嫌がらせすることないだろ。嫌がらせ、そう思います。記入したものから志願書を持って退出し、廊下の箱に入れるように。決して署名を忘れぬよう心がけよ。特攻のことはすでに知っていましたが、実際に目の前に志願書を置かれれば全く違う感情が湧き起こります。ある日突然、生きることを諦めろと言われるのです。それでやっと死を覚悟して出撃することと、死ぬと分かって出撃することは全く違うと分かるのです。文字が震えないようにするのが精一杯でした。多くの者が、いや全員が志願するだろうことは分かっていました。私一人が卑怯者になりたくないと思いました。その夜、誰も志願書の話はしませんでした。代わりになぜか宮部教官の話になったことを覚えています。これは噂なんだが、宮部教官は人で特攻を拒否したらしいぞ。その時代、
それは信じられない話でした。特攻志願書を書いたばかりだったからでしょうか。そんな宮部さんを誰も非難しませんでした。さっきの宮部教官の顔を見たか？俺たちに上達しましたねという時の顔だ。宮部教官は俺たちが上手くなるために苦しんでた。あの人は俺たちが知るのが辛いんだ。俺はそんな宮部教官を見てるのが辛い。そうか、宮部教官は特攻を拒否したのか。そして俺たちにも負荷をつけ続けた。強い人だな。それに比べて俺たちは大学にまで行ったのに自分の頭で何も考えてない。ああ、俺たちは弱虫だ。あの、聞きにくいのですが。どうぞ、何でも。